Life is a winding road, no telling where it goes。 明けましておめでとうございます、コパールです。2020年一発目の動画かと思ったんですけど、前回の赤城さんの初の雪山登山の動画がどうしても大晦日に間に合わなかったみたいで、アップロード日が1月1日になってしまいました。すいません1月1日の動画でもう1年の締めとかって言っちゃってる変な動画になっちゃったんですけど、まあその辺の爪の甘いクオリティも、まあ俺らしくていいのかなと思ってます。まあ今年2020年もこんな感じでゆるくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日ちょっとね、もう冬休みの連休最終日なんで、まあちょっと家のんびりしようかなと思ったんですけど、前回あのプチキャンプということで岩谷のジュニアコンパクトバーナーと、あとなんだっけ、スノーピークのトレック900か、あれでカップラーメンとおにぎりを食べた場所にまた来てます。でね、ここでちょっとお昼ご飯食べようかなと。もう車がすぐ横に止められるんで、まあ、お手軽、めっちゃお手軽なプチプチキャンプっていうことでここでねご飯食べたいと思います。あ、めちゃくちゃ水がきれい。前回カップラーメンとおにぎりだけだったんですけど、ちょっとそれじゃあまた芸がなくてつまんないんで、まあ、今年2020年も山登りして、まあテント泊いっぱいしていきたいなと思ってるんで、そのテント泊の時のご飯、キャンプ飯っていうのかな、の練習がてらちょっと作ってみたいと思います。俺料理とか全然できないんで、ちょっとね簡単そうなレシピ調べて、まあ、美味しそうだなっていうのを見つけたんで、それで挑戦したいと思います。今日ちょっと作ってみたいのは、いつも山登りして山頂でご飯食べるときってカップラーメン、お湯を沸かしたカップラーメンとか、あとテント泊の時もカップラーメンばっかりなんで、まあ、お手軽でいいんですけど、ちょっとね違うバリエーションも欲しいなっていうところで、今回コンビニの材料で揃うプチキャンプ飯の練習をしたいと思います。で買った材料は結局おにぎりかいって感じですけど、おにぎり、焼き鳥の塩味の缶詰、ウインナー、刻み青ネギ、お料理っぽいでしょ、鍋キューブ、濃厚パイタン味、これでちょっとね簡単な鍋雑炊みたいなのを作りたいと思います。これをぶち込みましょう。海苔は外したいんだけど、めんどくせえからいいや、入れちゃいましょう。あ、鮭が出てきた。うまい。ネギ大好きなんで、ネギいっぱい。であと海苔散らして、できた。対してセブンイレブンの材料で揃えた、うまい。あ、これうまっ。ここでソーセージが4本余ってるし、なんかネギも余っちゃってるんで、ソーセージ焼いて食べちゃおうかと思います。
ビーパルの付録のミニ鉄板、こいつで like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. はい、でこんな感じでね、2020年一発目の動画、まあ実質2発目なんですけど、ゆるゆるキャンプ飯っていうことで、まあ料理ってほどじゃないんですけど、コンビニの材料だけでできる雑炊作ってみました。めちゃくちゃ美味しかったです。で鍋キューブって初めて食べたんですけど、なんか美味しいですね、あれ出汁が効いて。で鍋キューブの味の種類も結構いろいろあるみたいなんで、まあ、今後いろいろ試してみてね、美味しいのができたらいいなと思います。まあ、去年2019年テント泊デビューして2泊しかしてないんで、まあ、今年はねもうちょっとテント泊増やしていきたいなと思ってますんで、その時の、ね、テント泊の時のご飯のスキルがついたかなと思います。まあただぶち込んでるだけなんですけど、ね、まあ、こんな感じで2020年もゆるい動画作っていきたいなと思ってます。今年の目標というか抱負というか、まあ、そんな大げさなものじゃないんですけど、自分なりに頑張ろうかなと思っているのは、週に1本動画上げていきたいなと思ってます。ただ俺サラリーマン普通の会社員なんで、平日仕事して土日撮影とかってなってくると、家族に当てる時間が全くなくなっちゃうので、そこをちょっとね、なかなか完全に絶対 週に1本あげますっては言えないんで、その辺はちょっとご了承ください。で極力あげるようには頑張ろうかなと思うんですけど、まあ、何か忙しい時とかもあったりするんで、まあ、そこはね、ちょっとご了承していただければと思います。すいません。まあ、ということでこんな感じのね、ゆるいチャンネルにはなっちゃうかと思うんですけど、2020年も引き続きお付き合いしていただければと思います。よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方、もし気に入っていただけましたらよろしくお願いします。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。お腹いっぱいになったんで帰りたいと思います。どうぞ。